気づいたら大変なことになってました。これがあの人が言う新しい日本人なのか。真の日本の闇、外国人、生活保護。ハロー YouTube、下根塚さんのニュースの猫川にゃ今日もね、どんぶか闇ニュースを送りいたしますね。ちなみになんですけども、私、あなたからの愛の保護観察、求めてます。あ、はい。 寂しがりおじさん爆弾の中で話題に観察されがちや今日はですね、ここが変だよ日本人。話していきたいと思います。つってんねということでね、やっていきましょう。現与党が減税するしないでめちゃめちゃごたついてる話なんですけど、その中で、ここ数年の新型の豚列祭なり、いや、キメラキメラ、豚ゴリラと規定列祭のキメラなんよ。何の話これ黙ろうかあれということでね、黙ろうかというね、この黙ろうかっていう5 7五 っっっぽい雰囲気をまずは一旦忘れてててもらって、ね、時間返せよってことなんですけど物価高が続いてますんで、これに対しての財政支出が発表されました。全部で3兆5000億円を計上しているということなんですけど、その内訳がやばいと。一般家庭には4万円、非課税世帯には5万円の給付金を払うということを発表したわけなんですけど、まあこの非課税世帯っていうのは生活保護を受けられてる まあ、ご家庭も含むわけですよ。まあ、これはまだ許せるとして、実は日本の生活保護って約20%が外国の方が受領してるって知ってましたか これが世に言う外国人生活保護問題でございます。その資産なんと1200億円と呼ばれ、保護率は日本人の約3倍。そして3分の2が某半島の方々という片山さつき議員の国会での質疑応答で明かされてました。支給率で言うと圧倒的16%が半島の方々なんですよ。これにはまあもちろん訳があって、もともとかの半島は日本が統治していた時代があると、敗戦後、急に日本国じゃなくなって、 なったんでまあ、職を失った方もたくさんいたんですよ日本人もそうなんですけど本来生活保護を支給するかしないかっていうのは厳正な審査が必要なんですよこれで多くの日本人は家があるとか家族がいるとかいろんな理由で跳ね返されてるわけなんですけど実は昭和25年の通知で 外国人生活保護について、この半島及びパンダちゃんの隣にあるあの島出身の方々に関しては、当面の間、この厳正な審査を経なくても与えていいっていうことが言われてるわけですよ。まあ、これ先ほど言った戦後のごたごたで、元日本だったから、ちょっと一瞬の間、限定措置で生活保護も渡していきましょうねっていうことを言ってたわけです。まあ、それはまだ100歩譲ってわかると。戦争に負けたのは彼らのせいじゃありませんからね。まあ、彼らのせいもありますけど、 わかるけどそれから一体何年経ってると思ってない2023年の今もなお先ほどの最もこの外国人生活保護を受給しているのは某半島およびあの島の方々なんですちなみによく話題になるんですけど外国人に対して生活保護を渡している国って実は意外とあります特に欧州の国はたくさんの国がこの 外国人に生活保護を与えてるわけですよ。私思うに、向こうの国も日本人にもし渡してくれてる形跡があるなら、日本人も払っていいと思うんですよ。問題は、今一番外国人生活保護を受給している、あの国やあの国は日本人に生活保護なんか、ビタ一文渡していないわけですよ。これは不公平。これは差別なわけですよ。でも、この制度があるおかげで、1200億円も 日本人の大事なお金が渡っちゃってるという事実なんです。そもそも最高裁は平成26年に生活保護が外国人に適用されるべき根拠は見出されないと判決を出しているにも関わらず各自治体は超法規的に外国人生活保護を続け内閣も生活保護法により外国人保護をしているみたいな最高裁とは全く違うことを言ってるわけですよ。でもこれが事実です。 最高裁がどんだだだけけけ違法っって言って言も彼彼らららはは続けるわけですよそれは彼らのミッションだから、まあ、日本って色々おかしくて、この生活保護だけじゃなくて、外国人の方に対する手厚い保護っていうのが行き過ぎた形跡が多々見られると。例えば、出産一時金、一時荒川区で問題になったんですけど、配偶者が日本人の場合、 その扶養家族が外国の方でも、そしてその方が外国に住んでいたとしても、出産一時金47万円もらえるって知ってましたか これおかしくないですかプラス最近東京と大阪では外国からの起業を促すために税金の優遇やなんならお金も無担保で貸しますみたいなことを言って補助金も出しますみたいな大盤振る舞いをして呼び込もうとしてるわけですよ。なんかおかしくないですか国立大学の授業料日本人は54万円ですが海外からのある審査を受けた人々は無料です。でもこれ例えばアメリカとかカナダとかイギリスなんか見ると外国人留学生の方が莫大な 学費を支払わなきゃいけません当たり前ですよね。わざわざ勉強させてくれってって来てんだから、お金払わせるべきですよ。もちろん超優秀な人には補助していい、あげていいかもしんないけど、それは向こうの国がやることであって、我が国が保護することじゃないですよね。日本人の多くの学生、今およそ3分の1が奨学金という名の借金を背負わされてるって言われてる。でも、かたや外国人留学生は無料で日本のシステムを利用できると。それどころか、先ほど言った、もし困窮者 保護してもらえるし子供を産んだらお金までもらえるそして最近問題になってるのが日本の医療制度を逆手にとってこの日本海保険制度にただ乗りする外国人の方々っていうのがいるわけですよしかもこれ組織的にやられてるって言われてて日本は食い物にされちゃってるっていうことなんですよねでも政府はこれに対して一切動こうとしないのは なんでなんでしょう。これヘイトでも何でもない人口グラフなんですけど、まあ、日本人の人口って年々減り続けていってるんですよ。適正人口は9000万人だって言われてる。あと3000万人は人口が減る目測があるわけ。でも、かたや外国人の方の日本の移住は年々増えまくっています。そして今政府が進めている移民制度の緩和。これ何か皆さんピンときませんかなぜ政府は 外国の方々への支援をやめないのか。多く向こうから連れてきたいからです。そして、それは日本国という国体が全く入れ替わってしまう。これを目指してる可能性があるのです。未来の総理と呼ばれている。全部マコちゃんです全部マコちゃんです、太郎 だふんだ緊急回避だふんだね、ということで、ね。この太郎さんが、ある講演会で、新しい日本人という言葉を使ってるわけです。将来、海外から移住して来られた方々が、日本人として一緒に住めるようになる。それが、今後は新しい日本人像が必要ですよねって言ってる。これ、一見、パラダイスのような言説に聞こえますけど。 これでも結局移民制度を進めていくってことなんですよ。ヨーロッパがここ数十年で移民政策をして成功した国はただ一つもありません。なのに今日本はそれを推し進めようとしているのは未来の総理と呼ばれている人や現与党を牛耳っている人々が亡国のミッションを果たそうとしているからに他ならないのです。本当に困窮している世帯への生活保護っていうのは僕は絶対に必要だと思っててこれをなくせっていうのは暴論だと思ってる。でも

これやりたかっただけなんじゃねえの、お前。まあ、全く似てませんけど、そもそもみんなゾマホンのこと覚えてないから、セーフね。あーもうダメだ。ゾマホン滑ったから、北川景子連れてきてよ愛知県岡崎市で、家康行列っていうイベントが行われまして、現在、大河ドラマ、どうする家康に、茶ゃ役、お市役で出演中の北川景子ちゃんが行列に出て話題になってます。これです。おいいつって、おえあ、あ、あ、ルッキズム、ルッキズム、ン ダーンこれあれです、これね。これ、チャチャが銃を撃ってダーンって言った時の、なんか変な雰囲気です。あー、これ傷の上塗りだな。背景が北川景子岸田首相。日本人より海外の人の方が物価高で苦しんでいる。よし増税だいや、そこは検討戦かいける いける検討しないしねということで、豚ゴリラとキテレツサ祭のキメラのこと、ちょっと思い出してもらってもいいですか豚ゴリラとキテレツサ祭の首の境目がキモジューワーってことある。キモい気持ちがジュワー。 リィープにつかやもあぶがりる」「ひとつまの手料理食べたいな」「明日も晴れるかな